1977年の共振駅と、周囲約500メートル範囲。下が、円軽方面。名寄川に23号道の踏切。ホーム横に、待合室が見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成共振駅は、かつて、北海道門別郡上流別町和座南平村1区に、設置されていた。 北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り3本上り3本。地名より、当地の住民が手に手を取って、共に進もうという意味で名付けたものである。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。 ホームは線路の西側に存在した点鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており駅舎はないがホーム中央部分に待合所を有していた。2001年時点では駅跡は判別不能であった。2011年時点でも同様で何も残っていない。一区中通り仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。